時代は世紀末、乾いた心に飢えるように、人々は宗教を求め、神仏にすがって光に満ちた幸せな日々を送ろうとしていた。しかし光あるところ影あり、邪悪な光を放つ影あり、人々を恐怖に陥る、宗教の自由を侵す影がその頭上を剛腕としていた。その時、仏の袈裟を身につけて邪教の魔の手に立ち向かう愛と正義のふんどし超人が現れた。その名も電撃お仕置き娘ゴータマン。女子寮でのルームメイトになるわ。あ、はい、よろしく。かわいい。 PR 学園の概要はもうご存知ね。あ、はい。パーフェクトレリーゾーン学園、中等部高等部ともに全寮制の、世界のあらゆる宗教の次期指導者を養成する学園と聞いています。そう、俗世間を離れてみんな日夜完璧な宗教の勉強をしているの。あなたも。いえ、指導者なんて大それた望みはありません。父の希望で来ただけで。でも私、マザーテレサのような愛の伝道師に少しでも近づけたらいいなって。ここからは歩きよ。バイクのことは内緒ね。あ、はい。マリちゃんはクリスチャンなんだ。ええ。私はヒンドゥー教。まあ、宗教は違っても私たち、とっても仲のいい友達になれそうね。はい。カバン持ってあげるわ。え、あの、そのくらい自分で。遠慮しないの。だってマリちゃんに持たせると学校に着くまでにカバン壊れちゃうよ。そんな、でも本当に重いんです。トランク女子寮に運んどいてあげるから、教務課に行って。奥入って右だからね。どうも。今日からここが私の学び屋。転校生を紹介します。浜地真理です。よろしくお願いします。おー、おいじゃん。真理で席だけど。先生、私の隣が空いてます。沙織さん、中を案内してあげる。はい。私、小学校の頃からミッション校の寄宿舎生活で、男の人とは父と管理人さんぐらいしか話したことないんです。ここには男の人がいっぱいいて、とっても怖い。完全無菌の温室娘か。大丈夫かな。ちょっといいですか。いや、君は今日転校してきた天地真理君だね。どうだい、
校の学食で宗教の話でもしないか。あ、宗教のお話？ダメよ。こんな誘いに乗っちゃ。メガネ違いよ。この子はコテコテのカトリック。あんたと話すことなんて何にもないの。行こう、マリちゃん。俺、南沙織！この学園には邪悪な宗教団体もあるの。自分たちの宗教を広めるためには手段を選ばない連中よ。力で回収を迫ってくるから変な人にくっついてっちゃダメよ。うん。南沙織はブラックブッダがもらい受ける。沙織さん、人さらいだわ。どうしよう。マリア様、主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。あなたのしもべをお導きください。ブッダなり、悟りし者ブッダ、ゴータマシュタルーダとも言う。どうしてお釈迦様が。お主の願い聞いてしんぜよ。私はクリスチャンです。イエス様はおいでくださらないの。マリア様はどうなさったの。この世はすべて諸行無常、色即是空。よくわかりません。ともかくこのブッダの袈裟より作り出したる衣を身にまとい、ゴータマンに変身するがよい。ゴータマン？ブッダの戦士、ゴータマンじゃ。できません。どうしてできましょう。この身と心はすべて主、イエス・キリストに捧げるもの。私は敬虔なクリスチャンです。そんな悠長なこと言うちょってええんかい。ほれ、これをよく見るがええ。沙織さん、これでもまだわがまま言うかよ。一刻を争うゴータマンに変身するんじゃ。ゴータマンに、ゴータマンに、ゴータマンに。気分はどうかね、南沙織。あんたたちね、力で回収を迫る噂の邪悪教団ってのは。ブラックブッダと呼んでいただこう。国仏の教えは山より高く海より深い。私がこの学園の支配を預かる首領、すなわち宗教界の世界の指導者。私は誇り高きヒンドゥーの信徒よ。誰がたとえ死んだってそんな邪教に転ぶもんですか。無駄な強がりよ。誰でも最初はそう言うが、どこまでその意志を通せるかな。やれ、洗脳魔人、恐怖新聞男。沙織。神様、千葉の神様。なんだこの木魚と土俵は。神とあっては神となり、仏とあっては仏となる。何の因果か召し出され、仏の袈裟を身にまとう。許しがたきは力で邪教を押し付ける輩よ。そんなてめえらが我慢ならねえ。電撃お仕置き娘、ゴータマ。
とゴージャスなエアチョコザイナー、やがて世界宗派を制圧する我らがブラックブッダに立ち塞がるとは命知らずな。宗教を世界征服に使うなんてダメじゃない。そんな非道は天罰で決め地獄に落ちるわよ。抜かせ、宗教を制する者は世界を制す。しゃらくさい、やれ。恐れるな、ゴータマン。お前は強い。聞いたような声ね。おのれ、下がその姿は反則ではないか。姿？え？やだ、この格好何なの？あ、何なのって、あのふんどしじゃないんですか？完璧なるふんどしですね。恥じるな、ゴータマン。そのふんどしこそ宇宙の力、クンダリーニを呼び起こすふんどしなのじゃ。そんなこと言ったって。さっきから好きやり。油断したな、ゴータマン。我らに逆らったことを思い知らせてくれるわ。気をつけよ、ゴータマン。ふんどしを取られればお前の命もないぞよ。そんなのって、待って。何を。天皇魔人よ、キャツのふんどしを虫に取るのだ。言われるまでもね。ふんどしだけは勘弁して。ふんどしだけに勘弁でけ。あれー、ゴータマン。ゴータマン頑張るだし。バッカじゃないの。敵の前で弱点を教えるなんて。何見てんだ。ブッダガヤ。痛い、縛る。おー、今ぞゴータマン。ブッダのふんどしは締まれば締まるほどパワーアップするのじゃ。これは。そこじゃ、ゴータマン。前下がりを取れ。必殺の武器、それぞゴータマハリセンじゃ。はい。天皇魔人、捕獲の。なんの、それでも食らえ。毎朝読み捨て日日と新聞配って15年、編み出したる秘技を破れるものなら破ってみろ。のー、破られた。恐怖新聞男、暴力をもって無理やり迫る宗教勧誘、たとえ角田次郎先生が許してもこのゴータマンが許しません。しゃー、天皇魔神がやられた。いやーと、こら、お前らタヌキ出入りしてたな。待て、わしを置いて逃げるな。ありがとう、ゴータマン。ふんどし、とってもお似合いなんですね。じゃ、ごきげんよう。ゴータマン。ああ、主よ、お許しを。主に仕える身でありながらも仏様に従い、あろうことか人様の殿方の前で お尻までむき出してしまいました。もう生きてはゆけません。おのれ、ゴータマンめ、覚えておれ。おはよう。
からブラックブッダに拉致された子がふんどし姿の正義の味方に助けられたんだって。それも女なんだって。へえ、早いのね。もう噂になってる。ふんどし姿で大立ち回りなんて波の神経じゃできないよね。その正義の味方ってさ、もしかして露出狂じゃないの？正体は案外 AV 女優の卵とか、どっかの変態親父とか。やれやれ、みんな勝手なこと言って。マリは私の言った真実の姿、信じるよね？あ、マリー！本当に大丈夫？うん、ちょっとした貧血。本当にひ弱なんだから、目が離せないよ。ごめん、主よ。もう二度とゴータマンには変身いたしません。ふんどし？なんつっても桜色の肌に純白のふんどしが食い込んでるんだってよ。ブラックブッダならずとも俺たちも一度拝んでみたいもんだよな。桜色の肌に純白のふんどしが食い込んでる。正義の使者を変なもんと一緒にするんじゃない。そんなこと言ったって、沙織、桜色のお尻にふんどしだぜ。また言う。お前か、噂をばらまいているのは。根も葉もないふんどし娘が正義の使者などと。ばらまいてるわけじゃないわ。噂が勝手に一人歩きしてるだけよ。デマは撤回しろ。ブラックブッダがやられたなどとよからぬ評判を振りまき、教団の名誉を汚すことは許さんなんですね。デマなもんですか。私はゴータマンを見たのよ。ゴータマン、なんだそりゃ。どこの誰かは知らないが、ふんどし姿もあでやかに、絹目の肌を惜しまずさらし、メガネで隠したその眼差しは正義の使者とすぐわかる。この学園に忍び寄るブラックブッダの魔性を断つ、その名も無敵のゴータマン。おお、まだ言うか。あなたは何を隠そう、我らこそ家族さーず。まさか一卵性不良の戦隊ムスカラーズなんですね。同じ顔が別。あらあら、ムツゴの洗脳魔人。気づくのが遅いですね。何をするの、乱暴はやめて。やめてください。まっことゴータマンが存在するなら、ここに助けに現れてもいいはずなんですね。何をしてるんですかね。やはりデマなんですかね。デマじゃない、ゴータマンはいるわ。ゴータマンこそお前たちブラックブッダを倒してくれる救世主よ。そこまで言うなら来てもらうんですね。サオリちゃん、さあわめくんですね、泣き叫ぶんですね。ゴータマンがいるなら叫んでみるんですね。誰も奴らに逆らえないのか。ゴータマンは本当にいるんでしょうか。なぜ助けに来ないゴータマン。いるのよゴータマン。せめてゴータマンはもういないの。マリは二度と変身しないと神に誓ったの。サオリちゃん、もういい。嘘でもいいから嘘だと言って。その通り、早く行った方が身のためなんですね。私は大嘘つきですと。マリ、それはできないわ。私、あの人を信じてるから。あの人は正義の味方、愛と希望の戦士、ゴータマン。そこまで言うのなら聞きますが、貴様の正義の味方はなぜこの場に現れないんですかね。我々が怖いんですかね。そんな弱虫が正義の味方と果たして言えるんですかね。皆さん、ゴータマンなどこいつの作り上げた偶像ですね。やはりゴータマンは桜色の肌にふんどし、夢だったか。サオリちゃん、ゴータマン将来。
ち裏若い娘が人前で尻など出せると思いますか次郎君。僕は四郎なんですね。さて試してみたらどうです一郎君。僕は三郎です。五郎君試してみますか。なんだこの度胸は。ミナミが消えた。電撃お仕置き娘。おー電撃娘ゴータマン。おーゴータマン、サオリちゃん出てくるのが遅いんじゃない。選ばれしそのもの、定めの白きふんどしをまといて金色の名に立つ。もういい伝えはまことじゃった。本当にふんどししてるぞ。救世主は実在したんだ。しかもスタイル抜群だ。その可愛くないですね。たとえ実在したとしても本日この時までのことを。なんですね。ムツゴロウ王国にこもりすこと15年、動物相手に磨き上げてるこの奥義、名付けて鳥獣擬人犬。タヌキは人見知りするんですね。ウサギは人参が好きなんですね。鳥はこうやって飛ぶんですね。偉いですね。ほらほら見てください、怒ってるんですね。これは実は猫なんですね。ハリセーンクラッシュ。あ、こいつ半年前に転校した飼育係の石原だ。こっちは2ヶ月前に行方不明になった坂本だ。彼らもまたブラックブッダに心の暗黒面につけ込まれて操られてた犠牲者だったのよ。恐怖新聞男も新聞部の部長の清水さんだったわ。仮面の下にはいつも罪のない人たちの素顔が。いやー待って、全く仮面の下というのは実にミステリアス。だったく、ブラックブッダよりたちが悪い奴らだ。サオリちゃん、マリ、ほら泣かないで、私は大丈夫だから。恥ずかしかったよ。おのれゴータマン、またしても忌々しいふんどし娘が。やつは一体何者なんだ。この学園は属世界とは一切交流を断っております。教頭ならば、やつは学園内部の者というか。いかにも。それもおそらくは我が学園の。あんなに売り切った桃尻が中高生のもんだというか。いや娘じゃ。ここは一つ我が教職の力を発動してゴータマン狩りと行きましょう。私はまたふんどし姿になってしまいました。仕方なかったのです。お許しください、マリア様。あなたのしもべを見捨てないでください。結構美少女らしいぜ。ああ、いい尻してんだってな。俺も会いたいな、ふんどし仮面に。マリー、マリー、サオリーちゃん。何やってたの。転んじゃった。相変わらずとろいな、マリは。そうかな。そうそう、午後の授業急に変更になったよ。え、それがね、体育の合同授業、相撲だって。相撲。どすかいった。おお、相撲の授業とは考えたな。
教頭。あの中にゴータマンの尻が必ずあるはず。しかしブルマやジャージの上などからでは暇一つディティールまでや。ごもっともでございます。さすれば次の手を。なんだか恥ずかしいな。あら、結構似合ってるよ。前にもつけたことあるんじゃないの？ないないない、絶対全然ないだから。何ムキになってんの？それは どうして女子までこんな格好しなけりゃって。そうね、考えてみれば唐突よね。あー！人金星の土俵へ足を踏み入れ、天草さえ服の上から回しを締めるなど、今後どうだ。そうは思わぬか、男子生徒諸君。回しは筋井につけるべし。おー、冗談じゃないわよ。女の子が人前でお尻を出すなんて、そんな恥知らずな真似ができるもんですか。そうよ、そうよ。恥知らず。文句のあるやつはかかってこい。見事なやつ。正論を述べ、男子生徒の暗黒面を引き出すと。こうなればこちらの思うつぼ。かかってこんか。主よ、あんな恥ずかしい思いは私一人でたくさんです。そうですよね、マリア様。ボルトアラバ、こちらから行く。ダークベイダーのホースを見る。どうも巨大森だ。今度こそもう変身しないと誓ったのに。でもあの恥辱をみんなが味わされるなんて見てられない。無駄よ、ミナミさん。彼らの目を見てごらんなさい。男子はすでに心の暗黒面に引き込まれているんだわ。あった！はあ、ようやく見つかった。よいしょっと。この世に悪のある限り、正義の怒りが俺を呼ぶ。電撃お仕置き娘ゴータマン。見て、男子の目が。ゴータマンのお尻の輝きを見て正気に戻ったんだわ。待ちかねたぞ、ゴータマン。来い。バカめ、力で俺に勝てると思ってるのか。ゴータマンの力が私の体に満ちていく。なんという強いホース。伏せ返るようなこの匂い、これが男の人の体臭。いけない、私は今男の人に抱かれている。下も裸で。
どうしたんだ。どういうことだ。何勘誘する流れ。主よ、お許しください。おお、ゴータマに動揺が。ダークベイダーよ、聞こえるか。ふんどしを締め上げては逆効果だ。緩めよ。しかし投げ上げろ。さすればゴータマンの気は緩み、ふんどしの緩みとなって銃で外れよう。もらったな。頑張れ頑張れゴータマン。頑張れ頑張れゴータマン。一点フラーディング。何？やったー。この人は SF 研究会の中田さん。彼もまたブラックブッダの犠牲者だったのよ。いかがなもので。よくやったダークベイダーよ。お前の死は決して無駄にはせん。ゴータマン、奴の正体は何者か。抜かりはございません。ダークベイダーが死をかけて手に入れたこのゴータマンの知りたく、すでに追い詰めたも同じことだと良いのだが。困ったものね。急に男子の匂いにまでアレルギーになるなんて。野菊を飾るの、教室にも廊下にも。だったら平気。ますます男性恐怖症ね。まるで幼子のようね、マリー。私があなたを守ってあげる。サオリちゃん、早く。マリー。ごめん、僕がよそ見をしたせいだ。怪我はないかい？起きてる？大丈夫？マリー。すまない、出会い頭にぶつかってしまった。驚かせるつもりはなかったんだが。いえ、あの子は極度の男性恐怖症なんです。なんて可憐な瞳なんだ。野菊の君、決して忘れ去ることはできないだろう。どうしたのマリー。物思いにふけったりして。え、そんな顔してた？してたしてた。マリはすぐ顔に出るから。さては、慌ててぶつかった会長の飛島さんのことでも。飛島さんっていうのか。そんなんじゃなくて。いくら男性恐怖症でも思いは別か。いくら思っても手も握れない、近づけないじゃん。かわいそう。違うって、そんなんじゃないって。私は厳粛なクリスチャンだもん。あら、クリスチャンだって人を好きになってもいいんでしょ。ますます怪しい。こら、告白しなさい。違う違う違うったら。沙織ちゃんの意地悪。マリって結構いい体してるね。まるで野菊のような少女だった。この気持ちの高ぶり、言い尽くせぬ思い、これが恋、これが知りたくでございます。見事な知りたく、まさに美術品ですな。しかし私の趣味ではない。今度こそこの知りたくでゴータマンの正体を。容赦するな。ブラックブッダの威信にかけて手段を選ぶな。美人コンテスト？でも私には関係ないわ。あら、そんなことない
かわいい、すっごくかわいいよ。沙織ちゃんこそ出ればいいのに。よし、2人で出て入賞を狙っちゃおう。美人コンテストの割には随分と地味な会場よね。それに審査基準がよくわかんないし。寝不足でさ、顔むくんでない？枝毛増えちゃって。外の方が良かったかな。優勝はもらったわ。確かに。でしょ。果たしてあの中にゴータマンが。抜かりはございません。ノミネートしたのはいずれもヒップ85以上の女子ばかりで、必ずやこの中にゴータマンがおりましょう。さて、本日の21世紀に飛翔する宗教美人コンテスト、最初にして最後の審査基準はこれです。この見事なまでのお尻の拓本、すなわちこの尻拓にぴったりと合うお尻の持ち主が本日の栄冠を勝ち取ることができるのです。何よそれ。バカにすんな。私のお尻型、罠だわ。これはゴータマを探し出す罠なんだわ。エントリーナンバー1、美空ひばり。はーい。でもこんな審査聞いてません。大地高すぎてお尻が届きません。惜しからず。PP、騒ぐんじゃねえ。この居眠る教師郎、黙ってはおらんぞ。これでもう逃げられはせぬ。一人一人この知りたくの踏み絵、いや踏み尻の審査を受けるのだ。次、エントリーナンバー2、天地麻里、出ませい。わめて、おのがしりの不幸を呪え。恨むならゴータマンを恨むがいい。南さん、やめて。離して。沙織ちゃん、マリー。マリー、の、野菊の君か。動くなよ。動けば肩尻がそぎ落ちるかもしれぬぞ。あの野菊のように可憐な乙女がゴータマンであるはずがない。資料、資料お待ちを。覚悟はよいか。いい加減にしなさいよ、沙織ちゃん。こんな非道はゴータマンが許さないわよ。そのゴータマンを探しておるところよ。さてはお主か。シバレン直伝円血殺法。尻たくをはみ出したか。さても超えたる尻の浅ましさよ。沙織ちゃん、許せない、許せない、許せない。マリオ、その怒りが即座にして変身を可能にする。戸惑うな、今こそ乗着変身を遂げよう。は、あれは何？え、何？電撃お仕置き娘ゴータマン、カパナの旅にしてくれるわ。進撃シアハゴリ、なんじゃこりゃ。ハリステークラッシュ。
この学園にマリと名の付く人は246人。私としたことがあの可憐な野菊の君を疑っていたとは愚かな。緊急の指令でございます。何？教皇、たかがふんどし娘一人に何をしている。すでに教皇のお耳に。たわけ、わしの耳、わしの目、ありのまばたきたりとて見逃すことはない。一週間の猶予を与え、ゴータマンを葬れ。果たせぬならばその方、ブラックブッダの首領の座から放逐し、永久にその未来はなきものと思え。手に余れば世が自ら乗り出す。私にも意地があります。ゴータマンの始末、必ずこの手で。うん、その誓い忘れるな。ゴータマンを仕留めねば、あの純真無垢な野菊の君が学園の女性ともろとも言われなき火祭りにさらされる。私がゴータマンを倒さぬ限り、教皇の無差別ゴータマン狩りで、彼女もまた言われなき殉教にその身を焼かれることになる。だがそんなことは断じてさせん。愛しき君の名はアマジ・マリ。この気持ち、もう誰にも止められない。飛島先輩、もう一度。